こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。ここだけはダメ。積立 NISA S&P500 連動ファンド唯一の不満について解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。僕は積立 NISA を非常に高く評価しています。なぜかというと、配当金や値上がり益などの運用益が非課税。そして、小額から投資可能。月100円から積立可能です。 さらに金融庁が投資対象を厳選している。日本には約6000本の投資信託がありますが、積み立てニーサの対象は約210本です。そして積み立てた資産はいつでも換金ができます。積み立てニーサは日本の税制優遇制度ですが、投資対象は日本株に限りません。例えば米国の S&P500 など、海外の有料投資先にもちゃんと投資できるようになっています。メリットだらけの素晴らしい制度ですね。実際この制度のおかげもあって、国民の資産運用熱は高まっています。 証券業界は日本国民の1億相当資格を目指し、制度の高級化。今の NISA 制度は期間限定のボーナス制度です。そして非課税枠の拡大。これを政府に応募していますね。これを聞くといいことだらけに見える積立 NISA ですが、実は不満があります。ということでこの動画では、積立 NISA への唯一の不満、そして S&P500 連動ファンドの徹底比較、この2本立てで解説します。きっと皆さんも、ああ確かにそれは意味不明だわって賛同してくれると思います。それでは本題に入りましょう。 積立 NISA への唯一の不満。結論から行きましょう。不満はこれです。同じ指数に連動するファンドが多すぎる。大事なことなので、もう一度言います。同じ指数に連動するファンドが多すぎるんですね。どういうことかこちらをご覧ください。これですね。これは金融庁のホームページから持ってきた表です。表の左上には指定インデックス投資信託185本と書いてあります。つまり、積立 NISA の対象として選別された有料ファンドの一覧というわけですね。ところが、いきなりなんじゃこれって思うことがあります。 トピックスっていう指数に連動するファンドがなんと13本もあるんですね。トピックスっていうのは東京ストックプライスインデックスの略で東証株価指数のことです。東京証券取引所に上場している全銘柄の時価総額を合計して指数化したものです。要するに日本の上場企業すべてを一つの企業とみなして株価を作ったこういうイメージです。インデックスファンドというのはこういった指数と同じ成績を目指すファンドです。トピックスが値上がりすればインデックスファンドも値上がりする。 トピックスが値下がりすればインデックスファンドも値下がりする。そういう関係にあります。つまり先ほど見せた13本のファンドは基本的に同じ動きをします。だってすべて同じ指数に連動するファンドですからね。私はあそこのスーパーの野菜と同じ価格で値動きをします。いえいえ、私もあそこのスーパーの野菜と同じ価格で値動きをします。みたいな。全部一緒やんみたいな。だからこう思うわけです。トピックスに連動するファンド1本でええやん。13本の中で一番クオリティが高いファンド1本あればええやん。 こう思うわけですね。ただ実はこの13本のファンドは全く同じ成績にはなりません。なぜならインデックスファンドは指数への連動を目指しているだけで完全に指数と一致する運用ができるとは限らないからです。運用が優れたインデックスファンドはしっかり指数に連動するんだけど、運用が下手なインデックスファンドは指数の成績からどんどん乖離していきます。当社が売ってるこちらの野菜詰め合わせパック、当社はあちらのスーパーの野菜の価格に連動します。 いえいえ、当社の野菜詰め合わせパックもあそこのスーパーの野菜の価格に連動しますって書いてね。みんなあそこのスーパーの野菜価格に連動するんだけど、その連動具合には上手下手があるんですね。全く一緒ではないと。つまり、同じ指数を対象とするインデックスファンドは基本的に同じ動きをするんだけど、どちらがより優れているかの勝敗はちゃんとつくっていうわけなんですね。13本のファンドには順位がつけられるってことです。だから、本当にユーザーのことを思うなら、1位のものを1本残せばいいわけですよね。 トピックスっていう一つの指数に対しても13本もファンドがあるわけですから、どれがどう違うのかわからないとか、どれに投資したって同じだろうこういう感じの人、それなりにいると思います。ただ、どれも同じだろうって投資したら、結果的に1位に負けてしまう12本のファンド、これに投資してしまうことになったらちょっと残念ですよね。これはトピックスに限らず、他の指数についても同様です。例えば、日経平均株価に連動するファンドはなんと20本もあります。こんな感じですね。同様に、全世界株系のファンドは13本。 新興国株系のファンドは12本っていう感じで、もう各ジャンルの最優秀ファンド1本にしてよっていうものがたくさんあるんですね。そして世界経済の中心、金融大国アメリカが誇る S&P500。日本でも随分人気の投資先になっていますよね。この S&P500 に連動するファンド、一体何本あるんでしょう正解は ?11 本です。ね。多すぎですよね。これが積み立て兄さんの S&P500 に対する唯一の不満です。同じ指数。例えば S&P500 に連動するファンドが多すぎる。 こういうことです。この点、ユーザーの利益を最優先しているのか疑問に思われてもしょうがないですね。さて、積立 NISA で S&P500 に投資している皆さんに質問です。この中でどのファンドに投資していますかそれはこの11本の中で本当に一番いいファンドですかなぜそのファンドを選んだんでしょうインフルエンサーが進めていたからそれとも誰かが投資の本で進めていたからそして家族や友人に自分の言葉でなぜそのファンドを選んだのか説明できますかどうでしょう皆さんちょっと怪しいって方いらっしゃるんじゃないですか というわけで次のテーマに移りましょう。自分が選んだファンドを本当にいいものなのか、ちょっと検証してみましょうってことですね。次、S&P500 連動ファンドの徹底比較、これ行きましょう。まずは各ファンドの運用会社を確認します。この通りですね。これを見ると、ファンドが11本もある理由の一つがわかりますね。運用会社が違うんです。例えば金融庁が運用会社にこう言ったらなんか変だと思いませんか日本にはたくさんの運用会社がありますが、あなただけ優遇してあげましょう。 あなたが運用する S&P500 ファンドだけを積み立て n i s の対象にします。こう言ってもらえたらファンドの運用会社嬉しいですね。ファンドの運用会社は資金が集まれば集まるほど儲かります。なぜなら預かって運用している額にパーセントをかけて手数料を頂戴するビジネスモデルだからです。100万円預かればその1%の1万円。100億円預かればその1%の1億円っていう感じです。というわけで、どこか一つの運用会社だけを優遇するわけにもいかず、こうやってファンドが増えていくんですね。 もし1社だけを選定するようなことになれば、賄賂とか、過剰接待とか、甘下りとか、まあそれはそれで癒着やら何やら発生しそうですね。そしてファンドが11本もある理由の2つ目、わかりますかね見るべきはこの2社です。農林中金全協連アセットマネジメント、三菱 UFJ 国際投資、この2社については対象ファンドが2本もあります。これはなぜなのか、順番に見ていきましょう。農林中金全協連アセットマネジメントは、農林中金パートナーズ、積立ニーサ米国株式 S&P500 と、 エヌザムベータ、S&P500 っていう、この2つのファンドを扱っています。何が違うかというと、販路です。リアル店舗の窓口で対面で買うか、それともネット証券等で画面を見てポチッと買うか、その違いがあるっていうイメージですね。前者は農林中央金庫、取扱いは JA バンクだけで販売されています。そして後者の方は、SMBC 日興証券株式会社、株式会社 SBI 証券、楽天証券株式会社、au 株コム証券株式会社、 松井証券株式会社で一般販売されています。どこで販売されているかっていうところが違うだけで、S&P500 への連動を目指すっていう点では何も変わりません。みんな同じ指数に連動することを目指すファンドですからね。そして三菱 UFJ 国際投資は EMAXIS スリム米国株式 S&P500 と積立米国株式 S&P500、この2つのファンドを扱っています。こちらも違いは販路です。 e マクシススリム米国株式 S&P500 の方は楽天証券など約20以上の販売会社が取り扱っています。そして積立米国株式 S&P500 の方は京都銀行、福岡銀行など約20の販売会社が取り扱っています。さて皆さん、ここをピンと来てほしいところですね。ネット証券などで販売されているファンドと証券会社や銀行の窓口で販売されているファンド、どちらの方が低コストですかっていう話です。リアルな店舗、人員が必要な販路の方がコスト高そうですよね。 つまり、よほど対面で窓口で買うってことにこだわりがあるのでなければ、窓口販売を前提としたファンドは選ばない方がいいっていうわけです。まとめると、ファンドが11本もある理由は、運用会社が違うから、そして販路が違うからってことです。以上を前提に別な要素を比較していきましょう。純資産の状況、コスト、トータルリターン、順番に見ていきます。まず一つ目、純資産の状況。まずはおさらいから、純資産とは、ファンドに組み入れられた株や債券の時価総額のことです。 例えば10人の人がいて、その一人一人がそれぞれ1万円ずつ出し合って、合計10万円の資金を用意したとします。そしてその10万円で株や債券を買ってファンドを作ったとします。この時、ファンドの時価総額、つまり純資産は10万円ってことになります。10人が1人1万円ずつ出したわけですからね。じゃあこの純資産が変動するときっていうのはどういうときなのか。変動要因は2つですね。1つ目は資金の流出入。投資家がその投資信託を買えば買うほど純資産が増える。 一方、その投資信託を解約する人がいればいるほど純資産が減ります。私も参加したいって新しく入る人が増えれば増えるほど純資産が増えますね。一方で私はもう解約したいって人が増えれば増えるほどお金は減っていくから純資産が減ります。一人がたくさん買う場合も同じですね。変動要因の二つ目は価格変動です。そのファンドに組み入れられている株や債券の値動きによる影響ですね。株や債券が値上がりすれば純資産が増える。株や債券が値下がりすれば純資産が減ります。 そして一般に純資産額は人気度を測る材料になります。E ファンドはファンドに組み入れられている株や債券が値上がりして純資産が増える。そして値上がりしていくので投資家からますます資金が集まり純資産が増える。こうやって純資産がどんどん伸びていくわけです。さて、積立て i s 対象の11ファンド。純資産のランキングを見てみるとこの通りです。こちらです。1位の e マ a シススリム米国株式 S&P500 がダント突で1兆4636億円。 2位の SBIVS&P500 インデックスファンドが6670億円。3位の iFreeS&P500 インデックスは688億円です。5位から10位は80億円から2億円程度の規模しかありません。Emaxis Slim シリーズはめちゃくちゃ人気がありますね。8月9日、三菱 UFJ 国際投資がこんなリリースを出しました。この Emaxis Slim シリーズの純資産総額が3兆円を突破したとのことです。グラフを見るとわかる通り圧倒的ですね。 積立て兄さんの対象ファンドで S&P500 に連動するものはたくさんあるんだけど、実際のところ、このレベルで人気、不人気の差がついているわけです。それなのに、同じ S&P500 に連動するファンドが11本もあったら、新規の投資家さんは混乱するし、不人気のものに投資してしまった投資家さんは後悔するかもしれないし、デメリットの方が多いと思いますが、どうでしょう。二つ目、コストですね。次にコストを見てみましょう。投資信託は、人に任せてお金を増やすツールです。 投資信託を作っている側は商売としてファンドを作ります。野菜の詰め合わせパックを商売として作るわけですね。ただ働きしてくれるわけではないですから、手数料を払わなければいけません。投資信託の運用には様々なコストがかかります。例えば購入時の手数料。これはファンド購入時に支払う費用。それから運用管理費用、信託報酬ですね。これは投資信託を保有している間、保有額に応じて支払う費用です。それから監査報酬。監査法人などからの監査に要する費用です。 投資信託は原則決算ごとに監査を受ける必要があります。お宅んとこ不正してないやろなっていう外部機関からのチェックですね。このコストも投資家負担です。それから売買委託手数料。投資信託が投資する株式などを売買する際に発生する費用です。それから信託財産留保額。投資信託を解約する際、別途徴収される費用です。結構たくさんありますよね。で、これらのコストの中で代表的なものは信託報酬です。これが最も大きなコストになります。というわけで、こいつを見比べてみましょう。 信託報酬を安い順に並べるとこの通りです。こちらですね。同じ指数への連動を目指しているのに随分と差がありますね。1位から4位のトップ層は0.1%前後、5位から8位の中間層は0.25%前後、9位から10位のビリ層は0.5%程度っていう感じです。トップ層と中間層ですら年率0.15%の差があります。そしてトップ層とビリ層では年率0.4%もの差ですね。 トップ層とビリ層のコスト差は単純計算でも10年で4%、30年で12%っていう感じで運用期間が長くなればなるほどコストが積み上がります。そして実際には手数料がマイナスの福利のようにリターンを削り続けるので運用成績はもっと差がつくと思われます。投資額に対して4%から12%のコストと聞くとかなりインパクトを感じますよね。投資家目線では追加のコストを払うメリットはほとんどありません。ただシンプルに自分のお金が増えにくくなるだけです。 さて、コストに関して投資家には4つのレベルがあることを理解しましょう。レベル1、どのようなコストがどれぐらいかかるか理解していない。レベル2、売買手数料や信託報酬を比べることができる。レベル3、運用報告書から隠れコストも含めた実質コストで比べることができる。レベル4、運用報告書にすら載らないコスト、要素があることも理解しており、コストのみならず長期のトータルリターンで比較することができる。こんな感じですね。投資雑誌などでよくある比較はレベル2だけのことが多いですね。 売買手数料がかからないファンドが増えたので、信託報酬だけを比べているケースが多いんですね。でも、実際のところ、信託報酬だけを見比べていても、真実は見えてきません。それは先ほど紹介したように、他にもたくさんのコストがかかるからです。そこで、ちょっと投資に詳しい人は、運用報告書を見て、隠れコストまで調べます。YouTube でも、ブログなどでも、隠れコストまで含めて分析しているサイトは人気がありますね。ところが、これにもちょっと問題があります。トータルコスト、実質コストと言いながら、 コストが100%すべて網羅されているわけでもないからです。その証拠にこの2つを見比べてみてください。これは信託報酬のほか様々なコストを含めた総計比率です。SBIV、S&P500 インデックスファンドは 0.1%Emaxis、スリム米国株式、S&P500 は0.11%これこうやってみると SBIV、S&P500 の方が低コストに見えますよね。ならば SBIV、S&P500 の方が当然成績は良くなるはずです。 だけど、実際のところは Emaxis Slim の方が強いんです。どういうことか最後にトータルリターンを見比べてみましょう。3つ目、トータルリターン。トータルリターンを高い順に並べるとこの通り。こちらですね。直近1年間の成績を引っ張っただけですが、割と差があることがわかりますね。1位の Emaxis Slim 米国株式 S&P500 が14.66%。2位の SBIV S&P500 インデックスファンドが14.52%。これを見ると、あれってなりますよね。 最も低コストであるはずの SBIV、S&P500 の方がリターンが悪いですね。つまりこれは運用報告書に載らないリターンに影響する要因があるってことです。ちなみに成績下位のファンドでは14.1%台までリターンが低下しています。同じものに投資しているはずなのに成績が違うんですね。これを見るとインデックスファンドが指数と同じ成績になるっていうものではなく指数と同じ成績を目指すって言っている理由がわかると思います。 実際のところ、指数にはコストがかからないんだけど、ファンドにはコストがかかる。指数と全く同じになるように100、100%トレースして売買できるわけでもない。運用のうまい下手があるっていう感じで、リターンに差がついてくるんですね。例えば A 社も B 社も C 社も、みんなあそこのスーパーの野菜の価格に連動しようとして商品を販売するんだけど、お客さんからお金を預かって野菜を買うまでの間に野菜の価格が動いてしまったりとか、そういった様々な理由でリターンに差がついてくるんですね。 全く同じようになるようにしようとしてるんだけど、全く同じにはできないってことですね。こうやってみると、一番いいリターンを出しているのは Emaxis Slim、米国株式 S&P500 です。低コストだし、運用が上手ってことで、最も指数にうまく追従しています。結局のところ、純資産額の動きを見ても、コスト構造を見ても、実際のリターンを見ても Emaxis Slim が明らかに優秀だっていうことです。本来こういった評価は1年や2年っていった短期間で定まるものでもありません。 もう少し長い期間をとってみるべきなんですけど、現時点では Emaxis Slim に軍配が上がっている。そういうことになりますね。最後に補足です。同じ指数に連動するファンドでも、こうやって明確に順位がつきます。とはいえ、有料な指数に投資するか、そうじゃないヘッポコ指数に投資するかっていう点ほど大きな差がつくわけではありません。同じ商品に投資していることには変わりないですからね。指数の選び方自体を間違えると、それこそ2倍、3倍の差がつきますからね。有料な野菜を買うのか、腐った素材を買うのか、みたいな差ですね。 いい野菜を買っていることには変わりないですからね。人によっては誤差だと感じるかもしれません。つまり、とことん最適解に近づけないと気持ち悪い。こういう人でなければそこまでこだわらなくていいよってことですね。少なくとも1位の E マキシススリム米国株式 S&P500 や2位の SBIVS&P500 インデックスファンド、この2つに関して言えば実力は拮抗しています。ポイント付与やキャンペーンなども含めて考えると、状況やタイミングによっては SBIV の方が優れていることもあるかもしれません。だから、え 自分が投資しているのが1位のものじゃない。どうしよう。こういうパニックを起こさないでくださいねってことです。ちゃんといいものは変えてるよってことですね。100点を目指さなくてもいいって言ってるところです。もちろん今日は S&P500 に連動するファンドを紹介しましたけど、過去に紹介した楽天 VTI であったり、オルカンであったり、その辺も同じ話ですね。どちらもいいファンドには変わりないです。というわけで補足でした。まとめいきましょう。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画ではこの2点について解説しました。 積立 NISA への唯一の不満、そして S&P500 連動ファンドの徹底比較、この二つですね。積立 NISA への唯一の不満は、同じ指数に連動するファンドが多すぎることです。S&P500 に連動するファンドは、なんと11本もあります。運用会社が違う、販路、ネットや対面窓口など、販路が違うっていう感じで数が増えていますが、実際問題、こんなにいらないでしょう。投資家が混乱するし、介護間のファンドに投資した人に損があり得るっていう点で、デメリットの方が大きいと思いますね。 S&P500 連動ファンドの徹底比較は、純資産ランキングはこんな感じ。そして信託報酬ランキングはこんな感じ。そしてトータルリターンランキングはこんな感じです。また動画を止めてゆっくり見てください。運転中の方危ないですからね。これらを見ると、明らかに優劣がついていますね。結論、積立 NISA 対象の S&P500 連動ファンドはこの2強です。EMAXIS、スリム米国株式、S、S&P500、SBIV、S&P500 インデックスファンド。この2つが強いですね。 私は絶対に窓口で対面で買いたいっていうこういうニーズがないならば他のファンドは見なくていいってことですね。なお対面で買いたい人は積立米国家株式 S&P500 が最有力候補です。今日の内容を Q&A 形式でまとめるとこうなります。質問。なぜ積立 NISA には S&P500 連動ファンドが11本もあるのか結論。運用会社と販路が違うから。特定の運用会社や販路を優遇するのはそれはそれでおかしいです。質問。 なぜ Emaxis Slim 米国株式 S&P500、SBIV S&P500 インデックスファンド、この2つのファンドがおすすめになるのか結論、純資産額、コスト、トータルリターンなどが明らかに優れているから、なおコストを見ると SBIV S&P500 が最安に見えますが、現状 Emaxis Slim の方が高成績で実質は最安コストと思われます。もしかしたら今日の動画を見るまでこういう人もいたかもしれません。理由はよく知らないんだけど、有名な人がおすすめしていたからこれに投資している。 どうでしょう皆さんこんな感じの方いらっしゃいませんかでも今日の動画を見てもらったことで自分の頭で考えて絞り込みができる。自分の言葉でなぜそれを選んだかが説明できる。投資の世界ではこれが超重要です。周りに惑わされてブレることがなくなるからですね。っていう感じで少しレベルアップできたんじゃないかなと思います。積み立てニーサでは約210本のファンドに投資できますが、実際はもっと絞り込めますね。約6000本ある投資信託のうち、積み立てニーサの対象になっているのは約210本です。 投資に値するのは、その中のさらに十数本ぐらいしかないのかもしれません。そこにたどり着ける人は、本当にごく一部の人でしょう。そういう意味では、Emaxis Slim 国株式 S&P500 や SBIVS&P500 インデックスファンド、これらの有料ファンドを積み立てている人は、かなり先を行っている人ですね。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お金が貯まるし向法を身につけるために、リベ大の書籍がおすすめです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。 お金にまつわる5つの力を鍛える場ですね。リベ大生同士でコミュニケーションが取れます。僕の限定ライブなんかもやってますので、興味のある方、この動画の概要欄からチェックしてみてください。コミュニティ内では株式投資に関する話題も活発です。今日が人生で一番若い日です。もし皆さんの周りで、なんで同じ指数に連動しているファンドがこんなにあるのか、どれを選べばいいのか、なぜそれを選んだのかっていう話が出たら、ぜひ説明してあげてください。そうやって雑談とか教えあったりしながら、ちょっとずつみんなで金融リテラシーを高めていけるといいですね。 ということで、これからも叱り学んで行動して自由に道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。みんなで一緒に学ぼう。それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい。